エクザクティブスラジオ,オ AM1008 FM933 の ABC ラジオがお送りしています経営者たちのラジオ経営者たちのラジオ,ラジオさて先週は株式会社探索代表取締役西脇森江様に経営者になったきっかけなどをお聞きしました今週は経営哲学や今後のビジョンについてお伺いしていきましょう サービス的にはどんなことをご提供されるんですか<れ>この探索さんでは。私たちのサービスは年に一回の検診の尿サンではあのあえて酒を飲まないであの避けてくる方がいらっしゃいますのでご自身で測っていただく。そうすると <laughs> るあ俺今こうなんだってあのその認識がまず重要かな。自宅でですか。はいそうです。あの針でですねチクってつつくと血がじわっと出てくるじゃないですか。それをあのスポイトみたいなので吸い取って。 封筒に入れて送るっていう、まあ、これはもう一般的なサービスであまり皆さん知られてはいないんですが使うことができますそれで検診で行われているような、えー、血液検査の結果をご覧になることができますただそれだけだと高いねとか低いねでそれは間違いますね、はいはい、検診とそれ変わらないのでプラスス私たたちののサービスは遺伝子の検査もやっていただきます<ー>そうするとその上がる理由があの遺伝子によるものなのか生活によるものなのか遺伝子によるものはその検査である程度明らかになります。 でさらにあの生活習慣をあのアプリを開発していますので一番重要なお酒ですねお酒をどの程度飲んだかっていうのを、まあ、簡単に入力できるインターフェースっていうのを今やってますのでそれであの記入していただいて本当に飲み過ぎると尿酸値上がってるなっていうのをご自身でですね認識していただく最初のタイミングではチャレンジっていうのをです、ね、私たちの方で設定させて あの提案をさせていただきます、はいろ、はいろ、はい、な情報を分析しまして竹山さんが尿酸値上がる理由は何だろうっていう、はい、それで何をやればいいのか原因の出しますので、はい、それに対してそれをこれをやるといいんじゃないですかっていう提案を私たちの方でさせていただきますのでおおお送る時のそのタイミングっていうのは朝朝にお酒飲んん次の朝とかででも大丈夫なんですか比較をするんですね、ええ、何かチャレンジをする前後で尿酸値が高かったのは下がる。 あ、っていうのを比較するとか最初の段階では確かにお酒あまり飲んでいただきたくはないんですが、普通の生活でやっていただくのがいいと思います。毎日です。今ありますか？アプチそうですね。抜き打ちですねこれは。はい。アプリも今すぐダウンロードしてください。いや毎日飲まれているのであればその。 その習慣のままでやっていただくのがベース、うん。もうで、ね、もうね、本当にあのちょっと減らそうと思ってます。うん、やめるってのは無理だから、はい <laughs>。みんな笑ってる。ね、そ、そ、そんな感じ? <laughs>。<laughs> やっぱり乗って制限しちゃだめですよ <laughs> いやいや。減らそう、減らそうっていう努力をしようと思って,ってます。努力はね。見えますはい。すごい重要なところでして。はい、お酒やめましょうっていうと。うん 皆さん病院に行かなくなるそれが高尿酸血症痛風の治療の難しいところの専門の先生方もよくおっしゃってますので酒はもう最近ではや,やめなくてもいいよっていうふうに言われてるっていうふうによくお聞きしますなるほどです私たちもお酒やめましょうって言ったらそのサービス成り立ちませんのでお酒はやめなくてもいいですとその代わりちょっとこういったことやってみませんかと。 でそれをご自身でできそうなことをまずやっていただいて、うん、結果的に尿酸値下がったらじゃあそのライフスタイルをしばらく続けてみましょうというふうにやっていくことでその目標を達成できるでもそういう意味でなんかこうやって改めて僕はあそこの審査の席にもお聞かせいただいたんだけど、はい、やっぱ改めて勉強しなんかすごく分かりやすく我々がみんな抱えてる問題を。うんうん サービスがなかったり、えー、こういったベンチャーで発信をされていらっしゃらなかったりあまり知らない知らずに済んでしまうことばかりですよね,すね大事なのにこれって企業ににななるるんんでですすかか今ですね両方で両方ですか 企業でも、ななうちの例えば企業でも検討することができるんですか。あ、もちろんです。これ、すごい、はい、いいサービスだと思います、ね。そうですね。うん、あの、健康経営を目指せる企業さんとか。ねえー、あとは健康保険組合様とかですね。えーえー、はい、そういったところで使っていただきたいなと。そうですね。頻度的には、どれぐらいになるんでしたっけ。月に。 何回かやるんでしたっけあのですねやられる方はもう週にに回でも別にやっていただいてもいいいてもと思いますただやっぱりなかなかこういった生活習慣の改善活動って長続きさせることがやっぱりすごく重要ですので無理してはいけないと思いますのでとりあえず1か月間であのその間の行動でどう効果があったのかっていうのを確認していただければいいんじゃないかな例えばあのサプリメントですねすごい山のようにあのドラッグストアに尿酸値高めの方のサプリメント出ていますもう100種類以上ありますので。 まあそれどれど飲めばいいのって多分普通の人分からないと思います、はいはい、なのでそれは私たちがこれがいいですよというわけじゃなくて、はいうん、ご自身が今飲んでいらっしゃるものが本当に効果があるのかっていうのを検証するために使っていただくとかですね、はい、多分何かやってらっしゃると思うんですあのお水をたくさん飲まれるとかですね一日2リットルとか飲んでる方いらっしゃいますので。 確かにそれはそれで。二<あ>リットル飲。そうなんです、ね。それで、はい、尿から、あの、尿酸は排泄されますので。うん、あ,あ、そういうことなん。です、ね、ううですごくいい。あ,あ、そう、そうなんですね。はい、よかった、よかった。なんか間違ってんのかなとって。ええ。逆に、玉ねぎ食べたり、<laughs> いろんなことしてるんだけど。<laughs> 夏場に通風発症の割合が高くなってくるのは、ええええ、やっぱり脱水の意味で。 そういうことなんですね。ですからゴルフに行って、ビール飲んで、サウナに入っちゃったりすると、高山社長のこといやいやいや、危ないちなみに今価格帯ってどれぐらいなんですか？定価ベースでは遺伝子検査のところがですね、あの高めですので、まあ全部セットにするとあの最初5万円ぐらいは発生して、でもそんな感じなんですね。遺伝子を見てもらえるなんてきっかけないですもんね。ないでなんかもう単純に自分の家族にそういう人がいれば、まあ単純に考えると、あ遺伝して そうなのかなっ思うんですけど、ただそれだけじゃないんでしょうねきっと。おっしゃる通りです。遺伝子でわかるのは傾向ですので、うん、本当にその人の状態を知ろうと思ったらやっぱ生活習慣と掛け合わせないとわからないと。<ら>それが私たちのまあ独自性かな<ら>と。なるほど。ということなんですね。調べてもらいたい。はい、ねや、やりたいですね。はい、なんか今なんかこう会社作られてどれぐらいになられたんで、借金まで。もうそろそろで二年。あ、ですね。二年ですか。はい、すなんかこの辺たりなんか課題感みたいのって何か今。 ありますかね。それですね。あのう、メ、ええ、ンタリングでも散々、あの、ええ、言われてきたことではあるんですけども。はいはい、やはり、あの、未病に対してですね。はい、一般ユーザーが、本当にそれをどれだけ買うのかっていう。ええ、そこの検証に、今一番、やっぱり苦労してす。あ、マーケティングですね。なるほど、なるほど、はい。なので、まあ、マーケティングもですね。結構、いろいろ頑張ってやっておりまして。ええええええ やはり単にユーザーがもう全額を払うサービスではなくてもう私たちのプラットフォームを憲法組合ですとかまあ企業さん、それからまあクリニックあとは薬局ですねそういった事業プレーヤーそれから尿酸値を下げる製品とかサービス持ってらっしゃる方いらっしゃるんですね。例えばノンアルコール飲料ですねそういったメーカーさんのプロモーションに使っていただく。 あとサプリメントの企業様からもいろいろお声がけをいただくことも多いですしあとあの冷凍食ですねあの尿酸値を上がらないようなミールキットみたいな,、はい、なそういったあの多分いろんな企業さんも気づいていらっしゃらない方が多いと思うんですが今後そういったあの事業プレーヤーの方々と連携して他方面から尿酸値を下げるエコシステムを作っていけるといいんじゃないかなと。そうですよなんか一人 月々例えば数百円でみたいなもので多数の人抱え込むのかでスペシャルなメニューがあって遺伝子で調べたい人は5万円払ってください、はい、みたいな、はい、そんな感じのイメージにしていくといいのかもしれないですね。はい、ねいわゆるるマスで考えるものと 個別で考えるものと、向き合い方が多分だいぶ変わってくると思うので。はい、いいと思うんですよ。あの、僕、健康診断行ってこないだ思ったんですよ。あの、これをピロリ菌の検査を受けますかとか、何々の検査を受けますかってチェックするとか、それまたお金かかるんですけど。はい、全部チェックしちゃうんですよ。<laughs> <laughs> 結構多いと思いますよ。<laughs> あ、なんか五十超えると、結構多いと思うんでね。それ。うん、<laughs> 体がもう、だんだん言うこと聞かなくなってくるから。<laughs> さにあの健康診断で尿酸値高いって初めて出た方がどうすればいいかってまさに最初に迷うところですのでそこでご紹介いただくといいんじゃないかなるるほほどなど適切にでしょうね対応方法をお教示させていただきますし年に1回の検診ではやっぱり足りないと思いますので新しい道はね開かれてますよねそこにこれなんかちょっと応援したいですねでもね会社さんも本ほだともけるって今思て 安くはないけど、はい、でも遺伝子っていう質で考えると遺伝子を見てもらうっていうとだから相当ですよね。でもああ申し上げたのはもう遺伝子なんですけど遺伝子はも一緒に一回測れば。はい おしまいででですすので最初だけなんそれ以降は,う、ね、はいもうあの2万円ぐらいからビジネスモデルもサブスクなのか、うん、まあいろんなプランはご用意しておりますのでご本人が無理のない範囲でやっていただける、うんね、これ会社としてね一回ちょっとちゃんと検討しますんでまたちょっとね今日の日と別にまたお時間頂戴できればと思いますんでまさに今なんかこの起業されて2年たって。 えでまあ今考えているこういうものを経哲学にしようとかそういう思いとかってなんか今やられている事業の中であるんですかね経営の中で。私自身がん領域のです、ね、<あ>事業経験が長い、はい、ということもありまして、はい、まあそちらも検討はしたんですが、ええ、やはりこの今のです、ね、この時代にはですねあまりにもがんに対するホラーストーリーばかりがあの先行していまして、うんね、皆さんお金を払ってそういった あまりエビデンスのないですね、信憑性の低いサービスを利用してしまっているというところがあります。で、私たちはやっぱり技術も理解しておりますし、はい、あと私のですね父親もですね、はい、あの癌で亡くしているんですけども、はい、やっぱりその時の体験もありまして、うん、やっぱりあの。 正しくないい情報が世のの中あふれていますのでやっぱりそこに対しては適切な正しい情報を提供しなければいけないだろうなということが思いとしてすごくやっぱりありますですので安易にですねそういったサービスを提供するのはやりたくないということで、まあ、創業者2人でですね、うん、相談しまして、まあ、今の この未病のビジネスを、うん、はい、やると決めたんですけども。はい。はい、めちゃくちゃいいありますよね。でもね。その、なあの、先ほどおっしゃって、適切な情報が。与えられて、判断していたなら。なくならなくても済んだかもしれないというようなことを、書えてくださってるんですよね。適切な情報っていうのは、例えば、どんなものになるんですか、ね。やはり、まあ、一般的によく言われていますように、あの、早期発見ですね。はい。 されれれていいばばできるるだけ早いうちに対処すれば治る人たちといいいうののはかなりの割合でいらっしゃいます、うん、なるほど。なるほど一方でその父親ですとか他にもあの親戚でがんで亡くなっているんですけども謎の整体師の言葉を信用してですね検査を受けなかったとかそういったこともありましてこれはもう本当に許し難いことだと思うんですけどもただ世の中にはそれをよかれと思って言っている方々もいますので、うん。 本当に一般の方がそこの正しい情報にたどり着くというのは非常に難しいだろうなと、はい、思っています。これ日本産地はこのキットでこう検査するしますでしょう。遺伝子は最初、あの最初でこう調べていただいて、あの毎週のように私ちょっとやりたいなと思って今。考えてるんですけど、これをやるとがんの早期発見にもつながるんですか。 そうですねがの早期発見にはつなならいですあす、はいすみませんがんの話をしてしまったので<あ>混乱をさせてしまったのかなと思うんですががん、えー、の早期発見とうわれているサービスは、えー、基本的にはあまりエビデンスが今あるものはないと思っていただいた方がいいと思います。た,すねうん、ただ例えば肥満とかですね慢性炎症というんですけどもそういったものを持っているとがんの発症リスクが上がるのはもうそこはもう証明されていますので、うんまあ、逆にそのがんの発生を 抑える、まあ、体づくりっていう意味では正しい状態にその数値を維持しておくってことは非常に重要であろう日常の健康維持ですよ、ねはい、で尿酸というのはその先行指標の一つですのでそこをとりあえずコントロールしていくといろいろながんを含むさまざまな疾患発症リスクを 抑制できるかもしれないということですねそこもエビデンス別にありませんので今ところですねということですねはい、ありがとうございます今社員さんって結構いらっしゃるんでしたっけ会社に今ですね基本的にまあ2名でやっておりまして他にはいろいろサポートしていただいている人たちがいますなるほどじゃこれからもっとマーケティングができてどんどんこれが売れ始めて事業基盤ができてまた社員も増やしていっていずれこう IPO みたいな そういうストーリーも惹かれていらっしゃるっいう,ことで、ねはい、うですね。はい、なるほどなるほど。なんかどういうなんか組織づくりをしたいなとか、研究員の方々ですよね。基本的には事業としてはえっとですね、さまざまでして、えーえー、やはりあのユーザーインターフェースを作り込むにはですね、それなりのそのテックの人をですね雇わなければ。つまりアプリの作り込みですよ、ねはい。はいはい。あちらの専門的な人材が、うん、はい。はい で研究者はもちろんあの必要ではあるんですけども、はい、私たち基本的に今検査は外に外注しているんですね。あなるほどなるほど。な,ほどなぜかというと、はい、そのラボビジネスものすごいあのコストかかってきますので、はい、最初はもうすべて外注でその外注先の制度管理に関しては私たちの経験で、はい、いろいろやっていけるかなと思うと思。そういうことなんですね。るほど。はできるだけ今あの固定費をかけないように回しているというところです、ね。ね、で研究的なアドバイスに関してもいろいろな大学やけん 勇者のののの方々とととネットワークいいうのは、ええ、作っていますのであ,あと私たち自身がもうそういう,あのそういうとしてはまあやってきておりますので、はい、あの企画としてはもちろん私たちやりますし、はいえー、研究の内容についてはいろいろな専門家とご相談して、はい、でもいます。この尿酸さんだけでもすごい意義のある社会的にというか人類にとって意義のあるその微病分野だと思ってるんですけど領域だと思ってるんですけど、はい、これ以外にもなんかもっとやられたいことなんかいっぱいありそうな感じが、はい。<laughs> あのもう <laughs> オーラが <laughs> これだけの先生なんでも <laughs> 糖尿病とかですねもう実はその血糖値が上がってくるですとか HbA1c というそういう血液検査のマーカーが上がってくる、はい、もうその頃ってかなりその体の中の代謝がやっぱりおかしくなってしまっているので,で、ね、る本当はもう10年ぐらいかけてそういった方というのは異常が蓄積しているんですよねですからもうそこになってしまうとうなかなか戻るの難しいんですけど、うん、もっと早い段階から。 自分の状態がわかると、うん、私なんかはいいかなと思うんですが、ただ皆さんがどう思われるかなというところがですね、やっぱりマーケティングが必要かなと思っています。糖尿病でも尿酸がかなり高くなってるんじゃないですか。糖尿病になる過程の中で。そうですね。はい、だから尿酸値コントロールをあのおっしゃっていただいている通りにやれれば、なんと糖尿病もかかりにくいしがん、はい、にもなりにくい体。 尿酸値上がりやすい人と糖尿の,あのリスクを持った人って一部オーバーラップはしていると思いますがちょっとまあ違う集団ではあります <laughs> あ違う集団なんです、ねはい、ただ,ただあの尿酸値を下げるコントロールをしていればおそらくあの糖尿のリスクも下げられる可能性もあるかなとはなな、ねはい生活習慣ですのでい,すいろんなことにつながってきますね血管の不具合から、うん、痛風からね。ね、うん そういうい西脇社長結構あのルーティンというお酒のもの大好きだうだから私もさっきちらっと聞いて <laughs> あそうなんですねっていう思いしたんですビールと日本酒と<ー>しかも泡盛まで出てきちゃってる <laughs> 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 すごい尿酸菌にあんまりよくなさそうだうなんか急に泡盛い飲みたくなってきた。<laughs> <laughs> 久しく飲んでないです青森美味しいですよねまあもう飲みながら聞いてくださっる方たくさんいらっしゃると思いますけれどもお酒をですね美味しく飲むために尿酸値のコントロールが必要だと思っていてそういう発想で皆さんも楽しみながらちゃんと一緒ですねこれ俺本当にダメだねお酒本当にちょっと飲み方変えなきゃ飲ですでももう大丈夫です心強いサポートがついてきますからこれからはいちょっと。 頑張ります <laughs> はい。経営者たちのラジオ経営者たちのラジオここでゲスト経営者の思い出のある曲を教えていただきたいと思います<ー>株式会社探索西脇代表取締役お願いします、えー、名誉さんのですね心躍る方でお願いしますうんまた結構最近のそうですねちょっと前にあのテレビで CM でも流れていた、うんはい、と思うんです結構私あの メロディアスな曲が本当は好きなんですけど、ええ、ちょっとやっぱり最近そういう曲を聴いてしまうとですね、いろいろ考えてしまうことが多くて、なるほどこの曲すごい明るいですし、すごい前向きな,なるほど内容ですので、うん、ちょっと今のあの私の状態にですね、こうやって気分を上げていく方がいいなと思って。ベンチャー企業で2年目って多分すっごい大変だと思う。モアンのすごい大変さわかります。ええ、ねえ、ただ,だ皆さんおっしゃるんだけど、あの10年で。 なるものはきちっと10年の結果が出るしっていうことなので、ね、そうなんです。きちっと支援させてください。また、はい。はい、経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。でも本当にビールを飲むとき尿酸値気にしているのにいいんですかっていうようなご質問でも出るじゃないですか。はい。あ、やっぱり私もですね、ええ、そう思われるんだって気づかされたんですけど、ええ、皆さんもそうなんですけど。 ビールをやっぱり飲み続けるために尿酸値コントロール必要ですよねっていうとあそうなんですねって思っていただけるんでだからその尿酸値下げるためにそのビールを我慢するとか、うん、要は嫌なことを耐え続けるって多分長続きしないんですねだから未病の管理って難しいよねって多くの方に言われてるんですけども楽しいことに転換してしまえばいいんじゃないかと本当にじゃあビール飲み続けると。うん 飲み続けてても尿酸値上がらないいのって言われると思いますで中にはやっぱり最終的には薬を飲んでいただく必要がある方先ほどの遺伝子的なリスクの高い方、はい、まあやっぱりもう薬を飲んでるのが早いんですそそれももうおお医者さんもです、ね、よくやっっっててしゃいますただやっぱりどうしても薬を飲みたくない生活習慣の改善で何とかしたいっていう強い意志のある方もやっぱいらっしゃいますのでそういった方はじゃあどこまでチャレンジをしていただいたらコントロールできるのかっていうのをまあ一緒にですねやっていただくという。 意味ではいいのかなと。うん、なるほど。はい、でも、その考えた心のケアもされてますね。もうね。そういう意味ではなんから心と体と今後の大病と。ここを日々の中で少しずつコントロールしていくと。 そうです。いうことですね。エバンジェリ,リスト。エバンジェリストなるほど。かっこいいですね。いい本当に。なんかこの話を聞いた後のエバンジェリストは。かっこいいですね。<laughs> なんか戦士みたいに聞こえちゃいますよね。日本のもう世の中の人たちの健康を本当にね守る。<laughs> もうこれいつもあの皆さんにお聞きしてるんですけど、あの10年後って社長どうどうなられたいですか。どうなってますか。 もうあっという間のでも10年のような気がしますがまあ多分ですね、ええ、ずっと新しい仕事にチャレンジし続けたいんだと思うんですけ、うん、同じことやってると多分飽きちゃうタイプなのでなそろそろ次のことやりたいなと思って多分いろんなことを考えて,やってると思います<う>01に挑戦していると思うっていうふうにお書きいただいてて、はい、これかっこいいんだよねこれ授業やってるとよくわかるんだけど01が好きな人いるじゃないですか。はい、僕も結構そのタイプ 1>, 1位を10にするの誰かやってほし、いや今やってるんですよ。1位をね10にすることばっかりやってるんだけど、ね5ぐらいまで進んだり3に戻ったりいろんなことするんですけど、だけど01っていうのはねこれは本当になんていうんだろう選ばれた人しか多分できないことだと思ってますね。<はい S 1> 逆にその容量のいい賢い方はあんまりそういうことしないと思うんですね。やっぱりリスクすごい。 伴いますしそうです今実際ちょっとリスク取りすぎるぐらい取ってますので何か, <laughs> <も>かご支援できることあればまたおっしゃっていただければ <laughs> <はい S 2> <laughs> っていう形ですがなるほど人生100年時代なので井上さんちをコントロールして死ぬまでチャレンジしたいとこれはでも本当に事業でもあるしテーマでででもあることすすねそうなんですあの最近ですねスウェーデンの研究成果で100歳以上生きてる。 方をです、ねえー、ずっと60代から追跡した研究成果が発表されてましてその結果によるとですね、はい、若い頃にですね100歳以上生きた方っていうのは尿酸値が低かったんです。尿酸値7を超えてたら100歳以上生きれないっていうこれは尿酸だけではないんですね。尿酸と腎機能とか、まあ、肝臓とかいろいろな結果が出てはいるんですが尿酸がそこに出てきたということで私はすごい驚きましてあやっぱりそうかと思って。 ところでありますね。ブレイクしましたね。本当にすごい物差しなんですね,ですねこの尿酸値って、うん。はい。竹山社長本当にちゃんと調べています。<laughs> 120ぐらいまで生きれそうな気はしてますけど。200まで一応ほらあのベンチャーさんたちの技術全部持ち寄って200まで生きるつもりではいたんですけど、一番大事なのは尿酸値コントローラーって今日よくわかりましたん、ね、で <laughs>。ただですね。 逆に尿酸は悪いものではないので逆にそのパーキンソン病とかですね多発性硬化症とか脳の病気に関しては逆に発症リスクを下げる高い方がいいというものもあったりするんですねはい認知症の一部ももしかしたらそうかもしれないですただちょっと複雑すぎてなかなかはっきりとした結果ではないですが尿酸値がすごく低い方が認知症発症しやすい可能性があるとはいまあ認知症やはいパーキンソン病とかですねはいはいはい、はい その体って難しい本当にほどほどが全部いいってことですかねえほどえって言っちゃいましたほどほどにしてくださいはい気をつけますはいありがとうございます経営者たちのラジオ経営者たちのラジオ竹山社長いかがでしたかめちゃくちゃ勉強になりましたねなんかで多分もういろんなあの企業たちこれ受け入れなきゃダメなんでしょうね。 あの健康経営とかもうそんな言葉いらないから、はい、やっぱ健康であることがやっぱり会社の使命だし特に上場会社さんたちはそう思ってあの経営されていくってことは当たり前のように、えー、そうなっていくと思いますし、ね、こんなに手軽に利用できるんであれば。 ぜひね利用していただきたいですね本当にね。はい、で最後になりましたがここで株式会社探索代表取締役西脇盛江様より今ラジオをお聞きいただいている皆さんに何かメッセージなどあればぜひお願いします。弊社でですね予算マネジメント協会というものをですね、うん、運営しております。こちらであの通風予算地でお困りの方をですねもっと集めていきたいと思っておりますのでそのようにお感じになっている方々ですねあのぜひ検索して。 見て登録をお願いいたします。はい、いろいろな情報も発信していきたいと思ってますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、竹山社長も即入会。いや、もう、あの、はい、すぐに、あの、見に行きます。<laughs> <laughs> さあ、ということで、あっという間の三十分間でしたが、来週のこの時間も経営者たちのラジオお楽しみください。それでは、皆さん、また来週、さよなら。さよなら。 経営者たちのラジオではリスナーの皆さんから疑問や質問を募集しています。メールアドレスは経営者マーク abc 一ゼロゼロ八ドットコム、経営者マーク abc 一ゼロゼロ八ドットコムです。竹山社長にお聞きになりたい質問などありましたら、番組メールアドレスまでご応募ください。またこの番組は放送終了後、ABC ラジオの公式 YouTube チャンネル、えー、また。 株式会社タスクのホームページ上でも配信をしています。ぜひご覧ください。この番組は株式会社タスクと未来コンサルティンググループの提供でお送りしました。